ホテル椿山荘東京は東京都文京区関口に所在する藤田観光が運営するラグジュアリーカテゴリーの期間ホテル4ーシーズンズホテル椿山荘東京として開業するがリブランドに伴い2013年1月1日ホテル椿山荘東京に名称を改めた第34回 BCS 賞受賞。藤田工業は1952年 椿山層に結婚式などを行う宴会場を開業する。70年代に入ると、藤田観光では、椿山省内にも宿泊施設が相場、必要であるという考えから、1978年に敷地内の再開発計画に着手。1983年に宴会棟が完成した後も観光企画設計者との間でホテル建設プランの検討が重ねられた。 そうした折、アジア進出を目論んで、東京の主要ホテルを視察していた、フォーシーズンズホテルのイサドア・シャープ会長が、日本工業銀行の池浦・喜三郎会長と、椿山荘で食事会を催した際、椿山荘の日本庭園を気に、入り、工銀が、藤田観光のメインバンクだったこともあって、二社間の交渉が始まり、両社は1988年業務提携締結に至った。 フォーシーズンズ側としては、東京進出にあたって地価が障害となっていた経緯があり、藤田観光側としても、国際的競争力のあるホテル建設は、経営戦略上からも必要といった双方の思惑が一致し、合意に達した。両者の契約形態は、モディファイドマネジメントコントラクトと呼ばれる特殊なものだった。これは、いわば、 FC と運営委託の中間的な位置づけとされるもので、藤田観光が資金とスタッフを調達して、日常の業務を行い、売上高に応じたロイヤルティを4シーズンズに支払う。一方、4シーズンズでは、技術援助や重機、備品調達、ホテル運営、マーケティング、従業員教育などの指導を行うだけではなく、マーケティング、宿泊、病院の 各部門に支配人クラスのスタッフを派遣して、オペレーションに関し相応の責任を持つ。つまり、藤田観光とフォーシーズンズが共同でオペレーションを行うというもので、契約期間は20年だった。1989年4月、藤田観光はホテル開業準備室を設置して、4月4日に自賃祭を行い、ホテル棟の建設を開始。 1992年1月16日、総工費約340億円を投じた、フォーシーズンズホテル椿山荘東京、椿山荘の緑の庭園によく映えるよう、豪華な中にもシックで落ち着いた雰囲気を醸し出す、外観をまとい、内装もヨーロピアンでクラシカルなデザインを基調に、細部まで税を凝らした設計、思考が施された。当初は苦戦しているとの声も聞かれたが、 その後の営業努力が功を奏して、1997年には客室稼働率が70%を超えるところまで業績を伸ばし、1999年にはインスティチューショナルインベスターの世界ホテルランキングで日本トップの座を獲得。同年にはコンデナストトラベラーでも日本の第一位にランクされた。開業から20年が経過し、また、 数多くの外資系ラグジュアリーホテルが台頭し、顧客のニーズが多様化している状況を踏まえ、藤田観光ではより和のおもてなしを全面に打ち出すことで競合ホテルとの差別化を図るため、f s h チチンザンのブランドに区切りをつけるとともに、Four Seasons Hotels and Resorts との業務提携契約を2012年12月31日をもって終了。 翌2013年1月1日、これまでの FSA チ山ンザンソウと総合宴会施設である椿山荘を統合し、世界をもてなし、日本がある、のコンセプトのもと、名称をホテル椿山荘東京に変更した。一体後は、ホテル棟とバンケット棟の建物と約2万坪の臨戦会有識庭園という構成となり、英国。 2014マイスリポートにて、日本のベストホテルに選ばれ、ミシュランガイド東京2015でも最高ランクのゴーレットパビリオンの評価を得た。また2016年3月までの3カ年計画で、約70億円を投じ、全客室の改装などを行った。など、ありがとうございます。